スタートアップの壁って、はい、あの30名50名100名の壁みたいな表現ありますけれども、はい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 、あれって結構こう会社によっては全然違うなと私は思ってまして、働き方も多様化してる、はいはいはい、組織のあり方も多様化してるので、はいはいはい、なんか一概に30、50、100って人数で壁ってくくれないなって思い始めていて、はいはいはい、確かに確かに、私もちょっと拝見させて、あの資料があったりとかされて、あれは何かそのために作って、そのために作ってそうい、てのこう大きな規模の会社にいらっしゃれば、今ジャフコさんでいろんなこうフェーズの会社のご支援されてらっしゃると思うんですけど、なんかその、まあ、コーチングだったりとか組織の支援だったりとか、なんかあの、まあ、フェーズごととかでなんかどういう課題が多くて、なんかどういうふうなアドバイスというか、なんかこうご支援されてるかみたいなのもちょっとぜひさすがない範囲でお伺いしたいと思います。さっきお伝えしてたコーチングは全どのタイミングでも受ける感じですね。あのまさに上場前の1年を、はいはいはい、書かせていただいたこともあれば、はい、まあ、シードアリーだと意外とこのコーチングまたニーズあったりするので、はい、あの結構企業家経営者の方のコーチングをシードアリー期の時に入らせていただくケースもあったりします。はい、あとは実際に HRBP としてというか、はいはいはい、HR 支援チームとしての関わり方でいうと、はいはいはい、あのやっぱりシードアリーの時って採用ですね。はい、あ、そうなんですね。なるほど。はい、シードアリーの時って本当に私たちの投資先の 8、9 割ってシードアリー期なんですけども、はいはいはい、一桁人数とか二桁人数入ってちょっと過ぎた、はい、超えたぐらいという会社さんもありますし、はいはいはい、なんだったら創業したタイミングみたいなところの投資もあったりするので、そうなるともう人事の方がいないですね、はい、まず、はい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 、であって、まあ、アーリーぐらいのフェーズの会社さんだと人事のこう担当者の方が、はい、採用担当者の方がいるか、はい、もしくは兼務で、はい、現場業務と一緒になって人事やられてるとか、そういう体制で、そんなにやっぱまだ人事っていうチームがないですし、一つの何かそれだけにコミットできる人っていうのを受けてない会社さん結構多いので、はいはいはい、まあ、そういった会社さんに関しては私たち HR 支援チームのメンバーが一緒になって、それこそあのエージェントの方を、まあ、私たちの付き合いの中で結構好意されてる方もいるんでこうつなぎしたりとか、時にはスタートアップのある種人事一人目人事みたいな感じで、あの書類選考や一次面そこカジュアル面談するケースもあったりします。なので経営者の方がやっぱり忙しい創業期でいろんなことやらなきゃいけないというところの中で、いかに創業経営者の方々が、はい、あの時間をプロダクトに使うか、はい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 、なんで必要なことにより時間を使えるように、はい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 、その部分をいくつか私たちまでサポートできるとかないかっていうところの中で関わらせていただくっていう関わり方ですね。なるほど、いいですね。だってあの変な話、じゃあの坪さんにご相談してもなんか1時間いくらでとかお金がかかるわけでは、 HRC チームは基本そうですあのかからない。そうですお投資先が成長してもらうことが私たちにとっての、はい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 、あの戻ってくるものなので、なあの全然そういうのない。あ、そうなんです、はい、じゃあご支援としては担当一応キャピタリストの方がいらっしゃって、その HR 支援の方もこうニーズに応じてご支援されてらっしゃるみたいな、そんなイメージですか。そうですね、あの投資担当のキャピタリストが、はいはいはい、まあ、もちろん入り込んで結構支援していくスタイルなので、そういう意味では投資担当のメンバーがやってるケースも時にはあるんですけども、例えば CXO クラスの、はい、まあ、いわゆる幹部人材の採用とかっていうと、はいはいはい、私たちの方で動くことが多いです、はい、はい、そうなんですね。というのもスタートアップだとその CXO のサイトそんなにないじゃないですか、はい、普通は、はいはいはい、確かにあって数ポジションとかだと思うんですけど、はい、まあ、JAFCO だと投資先たくさんあるので、はいはいはい、あのそういうポジションを一つにまとめて届けれるんですよね。あ、そういうことなんですね。はい、そういうことなんですね。でそうするとエージェントとかヘッドハンターの皆さんとかも JAFCO さんに、はい、紹介したらどこかの投資先に、あ、はい、機会があるんじゃないかっていうところもあって、はいはいはい、あの積極的にこうあのご紹介いただいたりとかっていうのが増える、はいはいはい、でそうするとやっぱりそこでマッチングも数も増えて、その実際に入っていたことも増えるので、はいはいはい、今年なんかは半分以上は、はい、あの採用支援している実績の半分以上は、はい、その CXO クラスの方々ですね。そうなんですね。初期はもう採用支援やコーチングが多いで、ミドルレーターみたいな後半フェーズになると、はいはいはい、やっぱり人じゃなくて組織っていう中でいかにこう事業として成長していくか、はいはいはい、企業価値高めていくかというフェーズに入っていくので、はいはいはい、そうなると組織フェーズとなると、いわゆるミッションビジョンバリューのようなソフト面の話とか、はい、まあ、人事制度というような、はいはいはい、ハード面の話出てきますし、階層がちょっとずつ増えてきたとかってなると、はいはいはい、やっぱりミドルマネージメントみたいなところの強化の話とか、もうそこは本当にいわゆる HR の方々であれば皆さんが触れているようなテーマにどんどん入ってくるので、はいはいはい、まあ、そこは HR ビジネスパートナーとして壁打ちとか、はい、場合によってはそのサーベイで組織コンディションを見ながら一緒に伴走していくとか、はい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 、そこの関わり方は本当に多様な感じです。あ、そうなんですね。あ、じゃあサーベイ例えば何か EVOX さんとかで撮ったりとか、まあ、ないしはジャフコさんのサーベイとか撮ってそれを一緒に壁打ちするみたいなことになってますね。やってますね。あのそこから
こういうふうに見たけどどう思うかみたいなディスカッションを対話をしたりとか、前には経営陣の皆さんと一緒に私ファシリテートさせていただいて、グループワークみたいな、グループディスカッションして、その後どういうアクション、ネクストアクションにつなげるかみたいなのを定点観測していった中でやっていくみたいなのを今やり始めてます。いいですね。じゃあハイマネージャーも今若干ちょっと採用をまた進めてまして、でもそういう採用の壁打ち相手の方がなんかいろいろ、そうですね、困った時にご相談できたらめちゃくちゃいいなと思います。そうですね、さっきちょっとちらっとジャフコさんで新しい企画というか、つぶさんちょっと持ち込みでこう新しいこう企画されてらっしゃるみたいな話いただいても、どんなことされてるんですか？ありがとうございます、はい、ちょうど今企画として動き出したタイミングなので、はいはい、これからどんどん広げていきたい話であるんですけど、はいはいはい、スタートアップの壁っていう企画を進めてまして、はい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 、何をするかっていうと、はい、スタートアップの投資先やもしくはもうエグジットしている、はいはいはい、IPO されている会社さんとかに私のでインタビュー取材させていただいて、はいはいはい、でそのスタートアップのこの挑戦の歴史に迫っていく、はいはいはい、でその挑戦の舞台裏とか、はい、経営者の方の物語っていうのを、はい、こう動画と記事、はい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 、両方で、はい、取材をして形にしていくっていう取り組みしてまして、私たちの中でこう挑戦の投資っていうキーワードがパーパスの中でもあるんですけれども、はいはいはい、その投資したいわゆる、スタートアップの、はい、起業家の方の志が、どんな形で挑戦に現れているのかとか、はいでよくスタートアップの壁って、はい、30名50名100名の壁みたいな表現ありますけれども、はい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 、あれって結構こう会社によっては全然違うなと私は思ってまして、今副業とかも当たり前になってきてますし、はいはい、いろんな雇用形態がある中で、はい、正社員は10名だけど副業の方もいると30名超えてるとか、はいはいはい、で今リモートワークとかも進んできてる中で言うと、はい、働き方も多様化してる、はいはいはい、組織のあり方も多様化してるので、はいはいはい、なんか一概に30、50、100って人数で壁ってくくれないなって思い始めていて、はいはいはい、であればジャフコとして一社一社投資先と長く深く付き合いをさせていただいている中で、そのスタートアップの挑戦の歴史に迫ることが一社一社のぶち当たってきた壁とか、それをどう乗り越えてきたかという壁もある種共に歩んできているので、そこをより取材させていただきやすいんじゃないか、一つのメディアでこうそのスポット的に聞くというよりは、もう VC としてずっとかかってきた中でその物語をこう形にしていくということができると、これはスタートアップにとってもメリットがあるし、はいはいはい、スタートアップのエコシステムっていう文脈でもそれを見て参考にできる方が多いんじゃないかな、はいはいはい、企業家経営者の方、はい、スタートアップで働きたい方が、はいはいはい、スタートアップってこんな感じで壁にぶち当たったり乗り越えたりしてないと、はいはいはい、経営者ってこんなことを考えてるんだとか、はいはいはい、こういうことをやってうまく乗り越えられてきてるんだっていうのが見えると、はいはいはい、背中をされるんじゃないかな、はい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 、そんな企画を今取り組んでます。おー、いいですね。それは世の中に公開する、そのジャフコさん内になるんですか？もちろん世の中に。あ、そうなんです、ね、エコシステム文脈はジャフコ内だけじゃリーチできない。なるほど、いいですね。なんで動画と記事っていう形で、はい、やっぱり今メディアとしても動画が、はい、進んできてます、まさにこの今日、はいはい、動画の場ですけど、はいはい、やっぱり動画っていうコミュニケーション形態増えていくなって思っているので、はい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 、でかつ動画だとこういうなんですか、体温があるというか、はい、温度感も伝わりやすいじゃないですか、はいはいはい、確かに確かに。記事だと文字以外の情報がたくさん含められるのが、はい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 、動画だと思うので、はい、動画でやろうということで、経営者の方と私インタビューさせていただいたりとか、はいはいはい、あとはその舞台のその挑戦の舞台裏っていうことでいうと、はい、経営者の方だけじゃなくて、はいはいはい、その壁を乗り越えた戦友みたいな、はいはいはい、こう仲間乗りを超えてこう戦友になっている方とかも絶対いらっしゃると思うので、はいはいはい、その壁について語るのに、はい、会う、はいはいはい、その代表者みたいな方に私のでインタビューさせていただいたという形で、何人か登場人物がいる中で、はい、そのスタートアップのこの挑戦の歴史に迫っていきたいなっていうのを、はいはいはい、今ちょうどやって12月に発信できたと思います、はい、いいですねタイトルなんかその企画のタイトルはそういう挑戦の奇跡みたいなのがそういうもうスタートアップの壁がどんどんあって、タグスタートアップの壁で見ていただくと、いろんなツイッターとかこの出てくるようにしていきたいなとは思いながら、はいはい、スタートアップの壁で、コンセプトみたいなところですね、はいはいはい、そのスタートアップの挑戦の歴史について迫っていくっていう、はいはいはい、ああいいですね。なのでちょうど取材を終えた時とかも、はい、CHR の方とかが、はいはい、これ動画としてうまく、はい、その採用候補者の方にも動画で送って、ね、展開するとよりこう雰囲気伝わるんじゃないかとか、ね、確かに。あとは入社された方に、はい、オンボーディングとして、はいはいはい、こういう奇跡があったんだよっていうのをそれこそ伝えていただくと、はい、やっぱり当時の温度感伝わりやすいんだろうなと思うので、はい、投資先の中での、ある種二次利用といいますか、はいはいはい、そういうのでも使っていただけると、はい、そこはHR 支援に近い文脈で使っていただけるんで、何でしょう、スタートアップ、投資先にとっても、はいはいはい、エコシステムにとっても両方によく、私たちのパーパスもこう何ですか、パーパスのアクションにつながるようなものにもなっているといいなというイメージですね。散歩よし的な感じで、散歩よしです、まさに散歩よし、はい、すごいですね。それ企画で持ち込んだとやっぱり坪井さんが
ジャフコさんやっぱ入社されたあの背景というか、やっぱりそのエコシステムにこう良くしてくだったりとか、その企業家の成長だったりとか、やっぱそういう思いがやっぱ全部行動に現れてます。そうですね、まあ、この形にたどり着いたのはすぐじゃなかったんですけど、こういろいろ実際のスタートアップの方々にお会いしながら、はい、この1年3ヶ月で大体40社ぐらいに分からせていただいているので、そういった中で見聞きした中で、感じた中で何が一番その、まあ、情報として形にできると、はいはいはい、価値があるんだろうっていうのを模索しながら、なんか今そのスタートアップの壁にたどり着いたって、ね、なるほどですね、ありがとうございます。なんかまさにこう、まあ、私も勝手ながらなんですけど、なんかあのなんか新しい形のやっぱスタートアップ支援といいますか、そのコンサルでもなく事業側でもなく、まさにこう VC さんとしてまあその HR 支援されるというのはなかなか今までなかったやっぱ形って感じもしますね。そうですね、うん、なんで今日のこの動画の中でどれぐらい参考になるかってです、ね、はい、ちょっとそわそわしながら全然でも感じない、はいはい、いやでも結構あのこの動画見ていただいた方、やっぱりケースの方とか人事の方も多かったりして、まあ、特に人事の方とか、なんていうんですかね、その自分のキャリアとしてこう自社だけなのかとか、こう、まあ、よくあの我々の採用とかでお話しいただくのは、人事の方がコンサルになってこういろんな会社さんをご支援していきたいみたいな方もいらっしゃって、ただそこって基本的にはそういう組織コンサルとか、まあ、SaaS とかに入られるしかなかなか選択肢ないと思うんですけど、そういえば VC さんに入ってこう支援されても一つのやっぱ道として坪さんが今示していただいているのかなと思います。まあ、とはいえやっぱりあの新しい役割でもあるかなと思ってるんで、はい、そのスタートアップの、はい、方々もこういう人がいるっていうの自体を知らないことがやっぱり、まさに今日みたいな発信を通じてしていただく方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ、はいはい、まあ、こういうキャリアも一つの道としてあるんだとか、はいはい、あのあそういった人がいるんだったら、はい、あのジャフコに相談してみようみたいな方が一、はいはい、まあ、人でも増えてくれると、はい、嬉しいなと。あの結構こんな支援やってますって最初投資先の皆さんにご説明するんですけど、はい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 、あのこんなことまでやられてるんですかみたいな、ね、やっぱ驚いていただく方がやっぱり多いんです ね、はい、森さんみたいに。だからそういうののこう認知普及活動もまた大事だなと、はいはい、思いながら、はい、やってます。いやぜひこう今後出資を検討される方はジャフコさんに、あぜひ、はい、もうぜひ10回ぐらい。ちなみにその今こういったジャフコさんの中で の、 あ の、まあそのインタビューだったりもされてちょっと、はい、まあ、個人っていうんですかね、 DNA さんの時もマネプロさんでこうちょっとノート拝見させて、あのマインドセットさんのリーさんだったりとか、あの前野さんだったりとか、あのインタビューいろいろされてらっしゃると思うんですけど、なんかそういう活動はもう結構前からされてたって感じになるんですか？いや全くしてないです。ああそうなんですね、はい、そのじゃ DNA さんの HRPP 発信していくっていう、 こう一貫でそのされてらっしゃるみたいな。そうですね、あの、まあ、1年目はどちらかというとこう、はい、組織っていうところの、はい、テーマで、はい、あのマネプロのノートを書いてきたんですね、はいはい、で2年目が組織ちょっと離れようと、はい、さっきお伝えしたようにコーチング、はいはいはい、コーチをしてたっていうのもあるので、はい、どちらかというと個人にフォーカスを当てようというところで、はいはいはい、2年目は個人にしてたんですよ、はいはいはい、で2年目もうちょっとしかもアレンジしたいなって思って、はい、あの本を、はい、あの読んだ方に、はい、インタビューして形にしてったら面白いかもなと、そうなんですね、でですね、はいはい、あのそのコーチングとかで有名なリーさんそうですし、さっきのウェルビーイングで有名な前野教授もそうですし、はい、あのいろんな方々にですね、はい、あのちょっと取材を受けていただきませんか、直接連絡してみたいな、連絡してそうなんですね、はい、っていうような形で、はい、あの楽天 の、 あの、はい、学長、楽天の学長されてる小山さんとかも、はい、あのイベントされた後に、はい、あのメッセンジャーで、はい、あのちょっと声になってまして、一緒に話させてもらえませんかっていうふうに、はいはいはい、あの声かけさせていただいたりとか、はいはい、っていう形で何人か、あの、はい、そういった方々にも、はい、ご協力いただきながら、はいはいはい、あのそういうマネプロやってた役得だなって言ってですね、はい、そういうのがあるからこそそういう方々とリッチにワンワンでこう話せる機会が作れた、はいはいはい、私にとってもすごい最大のこうインプットになるというか、やっぱアウトプット最大のインプットだなってすごいこの2年と思いました。はいはいはい、なるほど。結構あのマネプロさんの記事も拝見してて、結構資料があったりとかされて、あれは何かそのために作って、それともなんかイベントとかでお話しされた資料もちょっと活用しながらみたいな、そのために作ってそうかマネプロは大体 2,3 スライドぐらい、なんか1万円で、はい、あそうですね、4つの問いみたいな、あそうですね、はいはいはい、問いかけをしてなんか自分ごと化しやすいようにっていう構成に毎回フォーマットにしてるんですけど、まあ、なんでマネプロのこうスライドでできたのは、まあ、ディスカッションペーパーとしての今後 HRBP として使えるなと思ったんで、まあ、それを時々それこそ投資先の形でやる時に使ったりとかしてる感じです。あそうなんですね。ちなみにちょっと変な質問です。マネプロさんは一応坪井さんの個人での活動なんですけども、なんか DNA さんのプログラムみたいな。もう完全に個人です。個人なんです、ね。個人のノート活動ですね。なるほど。はい、確かになんであの100までを人生をかけていつか書き上げるみたいな感じですもんね。なんか100が好きみたいで。あ、そうなの。とりあえず100やってみるってなると、はい、こうどういう風にやれるといいのかな。はいはい、あ、4年ぐらいでやったら隔週でいけるなみたいなとかで、
隔週までいけるかな、毎週無理だなみたいな。なるほどなるほど。週刊誌とか月刊誌とかあるじゃないですか、はいはいはい、週刊誌ってすごいなって思うんですけ ど, なるほどす、ね、隔週なら月刊だとちょっとなって思って、隔週にして4年っていう逆算でちょっとやってみて、はい、まあ、今ちょっと途中なんで、今ちょっとお恥ずかしながら途中なんですけど、そうですね、いいねとかも結構大体平均 100ぐらい以上は使われてたりして、そうですね、後半になって結構反響いただいてありがたい、まあ、身内の方が多いんじゃないかなと思いますけども、近くの方が、あのそっとこう好きをしてくださって、ぜひノートマネフォローも見ていただけると嬉しいです、はい、概要欄とかに、はい、だってあノート別に広告で回してるとかじゃなくて口コミとかですもんね、はい、広告は一切なし、まあ、そうですよね、もう個人活動個人で広告してたらそれはそれで結構面白いですよ ね、ノート記事は副業やってますね、そのためにとかってやる人もいるかもしれませんけど、あの全然そういう意図はなく、なるほどですね、はい、ありました、ありがとうございます。ちょっと今まで、まあ、あの現在のジャフコさんと、まあ、過去のキャリアだったりともちょっとお伺いしたと思うんですけど、はい、今後のところというか、これから坪井さんはこう どういうことをされたいのかみたいなところで、結構やっぱスタートアップの思いだったりとか、人組織の思いだったりとか、まあ、いろいろあって、それが今ジャフコさんと今、ね、こうそういった支援されてると思うんですけど、なんかゆくすごい100年とか、なんか中長期的などういう今後人生というか、キャリアをこう考えてたりされますか。そうですね、なんかこういろんな観点で話せるテーマではあるんですけど、はいはいはい、よりちょっとビジネスっていうところにフォーカスすると、はい、ゲームチェンジとストーリーチェンジってこの2つをキーワードにしていまして、はい、まさに今ジャフコでやってることって、はいはい、その新たな市場産業を作るとかっていう中で、こう社会をより良くする、はい、社会の経済とかは豊かにしていくっていうところがある中で、まあ、よりそのゲームチェンジを起こしていく方々を支援していくって関わりができるんで、これはあのジャフコで成し遂げていきたいというか、ずっとかかっていけたらそのゲームチェンジをたくさん起こせるので、まあ、それをしていきたいなっていうのがまず一つです。でもう一つはあのストーリーチェンジってお伝えしたんですけども、私自身あの個人での会社も持っていて、その副業用っていうところではあるんですけども、やっぱりそれはあの法人の世界というよりは個人の世界の中で、主にコーチングっていう領域で、まあこの人あのすごい魅力的だなとか、この人は生き生きワクワク働かれてたら多分面白いだろうなとか、あとは過去のご縁接点の中で、あのこの人と引き続き変わらず、あの支えていけたり、なんか連携できたりなって方に、あのまあストーリーチェンジを起こせるようなコーチングをこう提供していくっていう借り方をしてるので、まあこの個人と法人の塾でそのゲームチェンジとストーリーチェンジをしていくっていうのは、なんか今後まあ変わらずやっていきたいミッションといいますか、はい、思ってるところですね。ありがとうございます。じゃあ本当に法人の、まあ、ご支援と、まあ、個人としても支援されてるみたいな。なるほど。ありがとうございます。まあ、ジャフコさんにはじゃあ基本的にはもうしばらくはいらっしゃるんですけど。ずっと、ゲームチェンジはずっとしてゲームチェンジはずっと、そうですよね、はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあそうですね、今日いろいろありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとつぶさんの今 の, あのされてらっしゃることとか、まあ、過去の、まあ、ご経験とか未来のことちょっとお伺いさせて、最後にこの、まあ、ビジョータチャンネル見ていただいている方にですね、まあ、まあ、経営者の方とか、まあ、人事の方とか今回です、ね、多いと思うんですけど、何かこう伝えされたいこととか、何かこうシェアしたいこととか、はい、ぜひちょっとお伺いさせてください。今スタートアップの学者のいろんな方々に関わらせていただいて、改めて思うなというところでなんですけども、事業は人なりっていう言葉、はい、これやっぱりすごい大事なと言いますか、はいはいはい、貴重な言葉だなと思ってまして、はい、スタートアップっていろんなリソースがまずない、セットがない中でスタートすると思うんですけども、はいはいはい、それをこう無から有を生み出すのってやっぱ人だなと思っててですね、やっぱり人がこうしっかりと価値を出して、はい、それがこう組織として、はい、価値を出せるようになり、それが事業に変換されていくと、はい、より企業価値が上がっていくっていう中で、その成長フェーズに入っていくっていうことだと思ってるんで、もう事業が何ていうんですかね、もう伸びてる局面に行けば、はい、もしかしたら事業が人を引っ張って育ててくれるっていうところはあるんですけど、特にスタートアップの創業期とか、はい、シードアリの時っていうのは、はい、本当に人が作っていかなくて事業にならないので、はいはいはい、その事業は人なりっていう言葉は金言だなと思ってますね、はい、はいはい、これはもちろんスタートアップの会社もそうですけど、はい、やっぱり今までの経験から変革期の会社も同じだなと思ってまして、はいはいはい、その事業が踊り場に来たとか停滞してきた時って、はいはいはい、やっぱ事業がそのまま何か変えてくれるってことないんで、事業を変えようとする人がやっぱり変わって、こうまた上昇カーブになるか、もしくはそのまま衰退していってしまうっていう世界かなっていうふうに、まあ、いろんなそのコンサルや事業会社の経験の中で思うので、はいはいはい、そういう意味では本当に事業は人なりっていう言葉がめちゃくちゃ大事だなと、はい、なるほど、はい、いうのを最近痛感しております、はい、ありがとうございます。そうですね、こう実際にこう事業サイドにいらっしゃったりとか、コンサルティングをされて、そして今 VC さんと自己生の中で、まあ、痛感もお感じになられていることだと思います。わ、はい、かりました、ありがとうございます。そうですね、ぜひ、ご出資検討されている会社さんはそういう会社でした結局そして今我々ご一緒にですね、制度設計とかのご支援をさせて、そうですね、はい、もしご興味あればお声掛けください。はい、そして今日お忙しい中、坪井さんありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければなるべくおつなぎできるようにいたします。